この先彼がどこへ行こうと、その間にスキルを、地獄がその後をついて回るだろう。コスト6、地面にまきびしの罠を設置する。再び暗い影が近づいている。あ、これもスローのあれになるんだね。私も今のうちに町を出よう。これもスロー面白いね。まきびしだ、まきびしちょっと使ってみましょう。大聖堂、おおおお、まきびし。あ、こっち来なさいよ。まきびしした意味ないじゃん。しまった、しまった、下じゃない、下じゃない。まきびしだ。君のおい。まきびしに呼び寄せてみましょうか。俺まきびしここ。どうだ。かかってるね。でもかかってたね今。ゾンビ意外と索敵能力が薄いんだな。オッケー。さあ上の方行ってみよう。びっくりしたびっくりした。こちらが目的地だぞ。でもこう距離を置きながら戦うときにまきびしはいいかもしれませんね。こんなにたくさんの人、ほらどんどんスローにしてやるぞ。いいね。動けなくするぐらいのこう援護に近いことができるのかもしれないこれ。ほれスローインでお願いなさい。いいね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 。これがトリストラムの大聖堂。流星は近い。ほれ大聖堂に着きました。ただそのまま入る前にこちら側とかもね、何かあるかもしれませんから、この逆側もね。大聖堂行きますよ。ちょっと待ってください。ここはまだ開かないのか。行かなければいけないみたいだな。よし行きましょう。大聖堂レッツゴー。結構罠いっぱいつけれるね。いやこれスロー役立つな。あ、穴開いてる。入っちゃうぞ。ここに何か隕石みたいなのが落ちてきたんでしょう。ん、あ、人がこれろうそくとかもね、オブジェクト破壊の一つに入るみたいですね。求めるものはこの近くにある。これね、なんか綺麗ですけどね。あ、仕掛け。こういう、あ、こういう仕掛けもね、ちょこちょこあるんですよ。やべ。いや、こういう時、こういう時あれだな。あの、うわぁ、ちょっと、ゾウが足りない。やべ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 。回復。この野郎。こうやってどんどんスローインしていくぞ。ちょっと待て。ちょっと待て、こっちがまずいわ。ゾウが必要だ。いや確かにゾウ必要だわ。これゾウ必要だわ。
回来てんだが。やべやべ、硬すぎるだろこいつ。この野郎。像が足りない。うわー、ちょっと待て待て。くそ。どんだけやねあれ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、このデブ。よし、よしよしよし。うわわわ。地味にいて、地味にいてこいつら。うわ。来るな。ああ、やっと倒せたわ。体に力が戻った。ちょっとあのデブ2体はきついですね。あー、これ貫通の方にしておきましょう。1個スキルこっちの方にしといた方が良さそうだ。1つスローになってるしね。あー、いやー、ちょっと大変だったな今の。あ、これ結構手に入ったけど、これが盾か。特に目立ったものはないな。私はラックだな。かつては料理クオのデブちょっと怖いわ。今は呪われている。私は王と王国に身を捧げた。なんかレアなもん出てこないな。いかなる国にあっても主君から私ほどの寵愛を受けた者はいないはずだ。あ、これ使えなかったね。しかし王の苦楽、堕落した心臓に剣を突き立てたのも他ならぬこの私だった。あー、ちょっと待って、さすがに居すぎじゃないかこれ。おらー、よし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 。スローはこっちに任せよ。やーべ、これやーべ。意識を恐れるあまり、その空虚な頭を縦に振ることしかできなかった。こうして我々は死に向かって表現したのだ。よしよし。おー、なんか弓手に入ったんじゃないこれ。弓手に入った。ほら、ダメージ 8.4 ですよ。これいいじゃない。これにしましょう。オッケーオッケー。よし、これちょっと強くなったんじゃないこれで。ちょっとさ、装備乏しすぎると思うんだ。ちょっとここ来るの早すぎたかもしれない。いかデーモンハンターといえども、これの方が強い気がする。これいいね、これいい、これいい、いいじゃん、これいい。あ、だだだだ、オッケー、体に力が戻った。オッケー、回復した。ちょっとちょっとやっと回復したわ。この野郎。よし、いやー、ちょっとあれですね、罠は本当罠あってよかったな。罠なかったらちょっと厳しいことになってましたよ。下から行きましょう。
あれはいるのか。危ない危ない。あ、これ貫通いいな。やっぱ貫通いいね。貫通いいわ。いいね。お金いいね。お金欲しいよ。ちょっと。危ね危ね危ね。あーしょしょしょ。オッケーオッケー。よし回復させてくれ。やべやべやべ。なんか変なやついる変なやついる。なんか強いぞこれ。瞬間移動してくんだが。マジかマジか。オッケーオッケーオッケー。ああ。よし。おおおお。なんか新しい装備が。なんだなんだなんだ。下で食ってる奴らにあれを食らわしておこうじゃないか。もしゃもしゃもしゃ食い寄ってから。オッケー。壊しておきます。なんかこれいいかなんかこれ。何があれ手に入った？これか。ライフの、秒間回復量がプラス1。いいですね。これにしときましょうか。 OK。 さあ奥に行こう。どんどん奥に行ってみよう。よし。あーびっくりした。憎悪が足りない。これでもぐらい。なんか強くなってる気がするね。この人が使いこなしてみせる。よしレベル上がった。もうレベル5だ。ああ何か手に入ったぞ。高速で射撃を行い武器のダメージの。これすごいじゃん。コスト20。これ良さそうだね。これ楽しみだ。ちょっと使うの楽しみだ。こういうスキルを覚えて使っていく楽しみっていうのがありますよね。なんだこれ。いろいろ効果がつくやつだ。マジックアイテム発見率ゴールド発見量が 25% アップ。いいねいいねいいね。こういう恩恵はいいよね。あら早速使っていく。あーこれいい。すげえラピッドじゃん。やっぱラピッドじゃんこれ。いいねかっこいいね。これどんどん使っていくぞ。あらお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 ら。いやこれすげえいい。これいい。これいい。覚醒したわこれ。覚醒したわ。覚醒したかもしれん。こりゃいいわ。罠をかけといてラピッド早い。これいいな。これすげえいい。ちょっと好きになったこれ。この技かっこいいわ。デッカード・ケインが近くにいるかな。
上先行ってみましょうか。あ、こっから来たんだね。はいはいはい、了解。発見率が高くなってる間にちょっといろいろ探したいところですね。こっちから行きましょう。あ、到達してしまった。 OK、 回せろ。行ってきます。デッカードケイン。お？魔物め、下がれ、下がるのだ。じいちゃん、くぐれんでくれよ。じいちゃん、大丈夫か。じいちゃん、スケルトンキングか。流星の力により我は蘇った。全てのものに我が味わったのと同じ苦しみを与えてやる。エーゼン、そやつの骨を持ってこい。まさに悪党って感じ。まさに悪党だね。やばいな、じいちゃん。助け行く。まず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 、いじめられてる、いじめられてる。急がねば、急がねば。あれ？こっから、あ、降りるじゃん。いやー、なんかだいぶ強くなったわ、これ。ほら、だいぶ強くなってますね。大丈夫、じいちゃん。ケイン、助けに来たぞ。助け来たよ。下がれ。下がってる、下がってる。憎悪が必要だ。やべ、でかいの来てる。これちょっと強いやつだ、強いやつだ。お前にはこれだ。オッケー。いや、いろいろ手に入った、いろいろ手に入ってる。じいちゃん大丈夫？ああ、ありがとう。うん、しかしなぜ助けに来てくれたのか。リアのね、お願いできたんですよ。リアに頼まれたのだ。これで彼女も安心するだろう。いや、ほんとほんと。そうか、リアも無事か。最悪の事態も覚悟していたが、ここに秘密の抜け道がある。あ、いいね、いい。地図に記されていた。こっちにも行き道あるんだけど、でもじいちゃん関係ないんだろうね、多分。一応こう探ってから行きましょう。アイテムがね、手に入ってたね。万能だが、斧。微妙な感じか。とりあえず大聖堂の奥に行きましょう。流星について話をせねばな。ああ、ちょっと待って、兄ちゃん。町に戻ろう。アイテム。じいちゃん、アイテム落ちてた。と一回戻りましょう。そんなわけで結構お金は貯まったんじゃない？私は必ずデッカードケインを救出するとリアに約束した、うん、ケインを発見した時、うん、彼はスケルトンキングに襲われていた。流星の元にたどり着くには、うん、あの亡霊を倒さなければならない。そうだね、倒そうぜ。箱の中に入れとけばアイテム共有できんだ。あ、これいいこと聞いたな。おじさん、無事だったのね。おじさん無事だったよ、これ。お前とこの方のおかげでな。いえ、どういたしまして。一つだけ聞かせてくれ。流星について何を知っている？そう。多くは知らんのだ。しかし、週末の日の予言書には、うん、流星が終わりの始まりだと確かに記されている。うん、おじさん、そんなおとぎ話はよして。いやいや、おとぎ話、おとぎ話じゃないでしょ。もうここまで来てんだから。冒険者が愛用する瞑想のワンチョウワンコちょっと早く言い過ぎた。ちょっとさ、ってことはですよ、これアイテム、あのウィザードの時拾ったやつをこのデーモンハンターにあげれるかもしれませんね。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。